沖縄中央病院看護、専門学校看護専門学校及び看護師養成所は、看護師を養成するための看護教育を行う日本の学校である。名称は、看護専門学校に限らず、看護学校も多い。ただし、看護学校というと、専門学校のみを対象とせず、広く、一般的に大学の看護学部や、保健学部なども含まれる。 一般的には、全日制で修行年限が3年であることが多いが、すでに準看護師資格を有する者が、看護師になるために学ぶ修行年限が2年のコースも存在する。専門教育の中では、看護に関する講義だけでなく、医療処置や看護技術に関する実技演習や、病院実習などが多いことも特徴である。多くの学生は、 卒業見込み扱いで看護師国家試験の受験資格が得られ、試験後に卒業証明書を厚生労働省へ提出する。試験合格後に看護師席登録手続きを行い、登録後、看護師として業務を行うことができる。学校の法的な位置づけは、学校教育法に定める専修学校マイナスの中の専門学校扱いがほとんどで、一部各種学校になっているものもある。 また、保健師助産師看護師法にて定められた設置基準や教育課程を満たし、厚生労働省にて認可を受けている。かつては働きながら学ぶというケースも少なくなく、夜間制や昼間の定時制もあったが、今ではほとんどが姿を消している一方で、大学を卒業した社会人が看護師となるべく入学してくる割合が増加しており、 リカレント教育としての役割も期待され始めている。日本における保健師助産師看護師養成所には他に修行年限4年の看護大学もしくは修行年限3年の看護短期大学があり、近年看護大学の卒業生の割合が増えてきているものの今のところ最も多くの看護師を養成しているのは本校で扱う看護専門学校である。英語で スクールオブナーシングと表記した場合は、大学の看護学部を指すことが一般的で、日本では看護大学として区別している。この他には、厚生労働省所管の国立看護大学校がある。修行年限3年のコースでは、看護大学と異なり、看護師の受験資格が取得できるのみで、保健師や助産師については、別途、保健師、助産師養成所に進学する必要がある。 ただし、1997年4月、看護師、保健師統合カリキュラムが制定され、保健師の受験資格も同時に取得できる、修行年限4年の看護専門学校が設立されており、2006年6月現在で10校、存在する。なお、看護師、助産師統合カリキュラムも同時に制定されたが、2006年6月、現在開設されていない。また、 看護専門学校の卒業生等に対して家庭は減っているものの3年児への編入学の道を用意している看護大学もあり、そこで保健師や助産師の教育を受ける者も,もいる。看護専門学校の設置主体には以下のようなものがあり、それぞれに特徴がある。一般的な3年生制の全日制看護専門学校の場合、 保健師助産師看護師学校養成所指定規則第4条3項に基づき教育内容は以下の別表3に定めるもの以上とすることとされている。準看護師の養成学校、あるいは高等学校の衛生看護科等から看護師、国家試験受験資格の取得のための進学を希望するもののための進学コースと称される2年課程の教育を行う。 看護専門学校も多数存在したが、準看護師の養成校が減少していることから、2008年現在において169校程度まで減少している。その他2年課程の通信制が2016年4月現在19校、ある。2015年12月21日、厚生労働省は、通信制の入学資格の一つである実務、経験年数を10年以上から7年以上に、 短縮した。2018年4月1日施行で、さらに5年以上への短縮も含め、2021年を目途に必要な見直しを行うとしている。看護専門学校にて学生に授業を行う教員を専任教員という。保健師助産師看護師学校養成所指定規則では、看護師養成所では、 別表3に掲げる教育内容を教授することができるために適当な数の教員数を有すことと、看護師の資格を有する専任教員が8人以上、必要なことが定められている。専任教員になるためには5年以上の看護師としての業務従事経験を有し、その後厚生労働省の定める研修を受講し、終了するか、別表3のいずれかの専門領域に3年以上、 従事し、大学において、教育に関する科目を履修して卒業する必要がある。ありがとうございます。